はい、おはようございます。栃木の竹志農場です。今日は、7月の18日、昨日からね、あぜの草刈りやって2日目になります。で、昨日頑張ればね、1日で終わったんですが、夕方の塗り面途中でね、力尽きましてやめました。まあ毎日やってることなんでね、歯食いしばって頑張っちゃう。それを毎日続けるといつか体壊しますんでね。もう出力は 90% 出力ぐらいで 100% は使い切らないようにしてます。特にあの田んぼの中を入るね、草取りとか除草剤散布、まあ結構きついんでね、それはもう頑張りすぎないようにしてます。で、昨日のり面の草刈りがね、下の段が途中で終わっちゃったんですけどね、今日そうですね、1時間はかかんないと思うんですけどね、今日ちょっとやれば終わりになると思います。今日はね、その残りをやっていきたいと思います。で、相変わらずね、今日も熱中症アラートが出てます。関東もね、35度超え、猛暑日っていうんですかになるようです。で、まあいつものようにね、儀式ですね、今日はメロンソーダです。で、まあいつも言ってますようにね、大量に買ってきません。でね、最近ねちょっとしくじっちゃったのがね、これですね。なんかちょっと赤っぽいっていうか色してるんで、なんかジュースかなと思って買ってきたんですよ。優しいルイボスっていう飲み物なんですけど、これどうもお茶みたいんだよね。麦茶の親戚かな。麦茶ってもうちょっとね茶色っぽい色してますもんね。どちらかというと赤っぽいんで、まあ珍しいんで買ってきてみたんですけど、これ失敗でした。1本飲んでと思ったんですけどね、あと4本。まあ喉乾いてればね、何飲んでも美味しいんで、これは田んぼの作業の時の、まあ、水分補給で飲みたいと思います。これただ通常これの飲みたいと思うかっていうと、まあ多分飲まないです。ですから、ジャパンミートでね、1箱、24本入り安く売ってるんですけど、当たればいいんですけどね、なんかまずいの買ってきちゃうと悲惨だよね。はい、そういうことで、今日も一日よろしくお願いします。ちょっと 50m を1本で取ると長くなるんで、もうちょっとね、このスタート位置に近い場所まで来たらね、動画を撮りたいと思います。動画の方はね、一回止めます。はい、近づいてきましたんでね、動画の撮影始めます。
はい、のり面草刈り終了しました。昨日ね、午後、進行方向そうですね、半分から上を右から左へ刈り上げて、昨日ね、今度は、奥の方から刈り下げながら途中までやってきて、今朝ね残りをやって終了ということに なります。まあ、あののり面の草刈りの方法はね、いろいろあります。手前から奥の方へね、下を刈り上げていって、今度戻りながら上の方の段を上から下へ刈り下ろす方法とかね、いろいろあるんですけど、まあ道路に草が飛び出さないということでは、半分この例で言うと奥から2往復して、まず1回目に半分から下を刈り下ろして、2回目に、また半分から上を刈り下ろすっていうのが、まあ一番ね、道路に草は飛び出さないんですが、まあここは農道なんで、特にまあこの奥に何軒か家があるんですけど、そこへ向かう人以外はほとんど通りませんので、まあ迷惑は迷惑だし、法律的にはね、道路にこういうものを置いちゃいけないんで、アウトはアウトなんですが、まあね、じゃあこれおまわりさんが来てこの野郎って言って、ね、違反になるのかっていうとそれほどでもないんで、仮に、倒しちゃう方法もあるんですが、うちは今回は手前から奥へ、上を刈って、2段目、下を奥から下へ、刈っていくという方法を取りました。一番簡単な方法がね、一番いいのかなと思いますんでね、まあ皆さん、めいめい試してみてください。はい、じゃあのり面の草刈り終了になります。今日もよろしくお願いします。